ご覧のスポンサーの提供でお送りします。アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件第18回参議院選挙が公示されました。こんばんは。IBN 毎晩のニュースです。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。IBN 毎晩のニュースです。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日からスタートしました NHK の新しいニュースセンターです。最先端の技術を駆使したニュースの送信システムで内外のニュースをより早くお伝えできるようになっています。おはようございます。おはようございます。2月の6日月曜日の NHK モーニングワイドです。この時間は中国の中ソ首脳会談の日程が決まったというニュースなどをお伝えしてまいります。また6時15分からの日本列島アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件以降初めてとなる中国公式訪問がスタートしました。IBN ナイトリーニュースです。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。IBN ナイトリーニュースです。午後6時になりました。ワールドニュースの時間です。今日午後北京から一つニュースが届きました。中国で初めての体外受精児の赤ちゃんが誕生したんです。通常の方こんばんは、ニュース7です。新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表しました。第18回参議院選挙が公示されました。自民党が参議院でも過半数の議席を回復するかどうかを焦点に来月12日の投票日に向けて17日間の選挙戦がスタートしました。アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件以降初めてとなる中国公式訪問がスタートしました。第18回参議院選挙が公示されました。自民党が参議院でも過半数の議席を回復するかどうかを焦点に来月12日の投票日に向けて17日間の選挙戦がスタートしました。アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件以降初めてとなる
中国公式訪問がスタートしました。ビルマナの IBN 本部からライナー渡辺橋による IBN ナイトリーニュースです。こんばんは、ニュースラインです。第18回参議院選挙が公示されました。自民党が参議院でも過半数の議席を回復するかどうかを焦点に、来月12日の投票日に向けて17日間の選挙戦がスタートしました。アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件以降初めてとなる中国公式訪問がスタートしました。ビルマナの IBN 本部からライナー渡辺橋による IBN ナイトリーニュースです。こんばんは、ニュースラインです。第18回参議院選挙が公示されました。自民党が参議院でも過半数の議席を回復するかどうかを焦点に、来月12日の投票日に向けて17日間の選挙戦がスタートしました。アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件以降初めてとなる中国公式訪問がスタートしました。ビルマナの IBN 本部からライナー渡辺橋による IBN ナイトリーニュースです。こんばんは、ニュースラインです。ビルマナの IBN 本部から神崎マニスクによる IBN ナイトリーニュースです。ビルマナの 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 IBN 本部から神崎マニスクによる IBN ナイトリーニュースです。